エリアの中に選手が5人ほど密集しています。キッカー巻いてきたボール、遠いサイドヒリング、こぼれたところシュート放っていきました。まだボールはエリアの中、クロスを上げてヘディング決まりました。先制静岡学園、5番の大村海心。前半の3分、先制したのは静岡学園。怪我から帰ってきた大村、得意のセットプレーで先制点をもぎ取りました。サブの選手も運動量豊富な選手が控えています。静岡学園前に攻め込んでいきます。細かいパスをつないでスペース抜け出したチャンスになる、シュートを打ってきました、決まりました。最後決めたのは13番の野田、2年生。明徳義塾前半の16分畳みかけて2点目を取りました。静岡学園2対0、2点目追加点を取りました。高田、野田のクロス、ヘディング、神田誕生日、自らのバースデーゴールが生まれました。エースストライカーが全国でもゴールを決めました。後半の10分、今日が誕生日。やっぱりこのスタンドの子はあ、チャンスですね。チャンス、クロス、神田のシュート、2点目。応援席からバースデーを受けて2点目を取りました。お母さんも喜んでいます。右からのクロス、これまた神田君も見事なんですけど、この野田君のクロスも素晴らしい。またこれメフタ君のこの背中を取って、もう神田君とするともうしめしめといったゴールですね。巻いてきてヘディング、大村2点目。後半30分、両手を突き上げた大村海心、全国で先制ゴールに続いて5点目、2点目を取りました。大村海心、今右拳を突き上げてガッツポーズを見せました。キッカーは高田、右なら泉、直接狙っていった、左足の魔術師、10番高田の直接フリーキックでゲーム終了。そして森崎から翔が背後を取った。さあ翔1対1になるか、翔1対1切り出して左足浮かしてきた、浮かすか、浮かすか。翔春樹、自由自在のボールコントロールから同点に追いつく貴重なゴール。後半の15分、見事なゴールを決めました。1対1の同点です。